鉄も人間と似たとこがあって、ここやっていうポイントをそっとこう触ってやることでクーッと綺麗に言うこと聞く場合と、もう叩いてもどついても何やっても言うこと聞かんもんと、だそこのその加減が鍛造の面白いと思います。大きな材料から、まあ、こういう形状を削るとカスばっかり出るじゃないですか。もうほとんどもうこういうような形を作れば無駄がないですよね。あのキャベツでも芯だけ捨てるじゃないですか。まあ、要は我々目指すのは芯のないキャベツを作ると、捨てるとこもない。未知のことにチャレンジするいうのは、まあ、しんどいかも分からないけど楽しいですよね。お客さんにあこれええなとか使えてもらおうか思ったら、いやいや、やった仕事でなんぼ安くてええもんや言うけどね、魂こもってないじゃないですか。チャレンジしようって思うことってやっぱすごい財産ですよね。